こんにちは youtube に音楽動画を投稿しているこばソロです今回はタイトルとサムネイルの重要性についてお話ししたいと思います youtube を始めたのは7年前からなんですけど、えー、その頃は、えー、まだカスタムサムネイルなどは使ってませんでした、えー、使い始めたのはちょうど1年くらい前からで他のユーチューバーさんが使っているのを見て あこれ使うと分かりやすいなと思って使うようになりましたサムネイルは動画をままず見てもらうためのきっかけだと思います自分が他のクリエーターさんの動画を見ている時にインパクトのあるカスタムサムネイルを見てクリックしてしまったりとかそういうことがよくあったのでとても大事なものなんだなと思うようになりましたそれとタイトルよりもやっぱりサムネイルの方が先に目に入ったりするのでこだわるようになってきました 視聴者が動画と出会った時にサムネイルを見てもっと見てみたいと思えるようなサムネイルがいいと思います顔がアップになっているものを使ったり文字はなるべく大きく読みやすいものを作るようにしていますタイトルは検索に引っかかるポイントだと思います検索してくれた人がきちんと動画の内容を把握できるように曲名アーティスト名そしてカバーという表記をしっかりして で僕はそこにに一工夫加えるようにしています例えば、えー、まったりカバーとかアカペラカバーとかアコースティックカバーとかそういうものですね、えー。動画をアップロードした時に決めていますそんなに時間はかけてないんですけど、えー、動画を見返してみた時にその時に自分のオリジナル性が出ている部分を動画のタイトルに入れてみたりしています。文字は大きくく見やすく 顔のアップを使うようにしています視聴者が動画を再生した後もこの動画期待通りじゃなかったと言って離脱することがないように動画の内容をしっかりと伝えるサムネイルがベストだと思います思った以上にサムネイル作りは楽しいですよサムネイル作りにこだわれれば再生回数も変わってくると思いますまだ作ったことのない方はこの機会にぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか タイトルとサムネイルの重要性の話は楽しんでもらえましたでしょうか僕のチャンネルを見てみたいなという方はぜひコバソロチャンネルに遊びに来てください。それでは、バイバイ